お待た,せいた,しました,ただいまより日本電信電話株式会社及び株式会社スカパー JSAT ホールディングスによる共同記者会見を始めさせていただきます。本日は新型コロナウイルス感染症への対策として Web 配信形式での開催とさせていただきました。多くの皆様にご理解いただきオンラインでのご参加誠にありがとうございます。 まず本日の登壇者をご紹介いたします。皆様から向かって右手が株式会社スカパー j サットホールディングス代表取締役社長米倉栄一でございます。続きまして向かって左手が日本電信電話株式会社代表取締役社長社長執行役員沢田淳でございます。本日は 両社長よりご説明させていただいた後、ご質問はまとめてお受けいたします。それでは米倉社長、澤田社長、よろしくお願いいたします。それではあの澤田でございますが、私の方からあスタートをさせていただきます。えー、本日はあ急なご案内にもかかわらずご参加いただき誠にありがとうございました。 えー、会食問題ではご,ご迷惑をかけまして、えー、申し訳ございませんこの場を借りまして改めてお詫びをさせていただきます本日は、えー、スカパー JSAT と NTT の両社が提携をするこの狙いや取り組み内容などを米倉さんと私の方からご説明させていただきますまずこのスライドですが ここれが本日お伝えしたいいとでございます NTT とスカパージェイサットはこれからの社会を持続可能なものにするために宇宙が鍵になると考えています。環境問題昨今のパンデミックなど予測困難な課題の解決これには地上からだけでは難しいとこのように考えています。 宇宙に広がる新たなネットワークコンピューティングインフラの構築に挑戦してまいります。我々の具体的な取り組みにつきまして、ご説明をいたしたいと思います。では、米倉社長お願いします。皆さんこんにちは。スカパージェイサットの米倉でございます。スカパージェイサットは、スペースフォー・ヨア・スマイルをグループミッションとし、 一一人一人ののよりり良い明日の実現に向けけてて活動を続けております平成元年1989年スカッパー JSAT は日本初の民間通信衛星の打ち上げという前例のないチャレンジから始まりそして今日まで衛星多チャンネル放送など未知に挑戦してまいりました「未知を価値に」はさらなる企業価値の向上を目指した我が社のブランドスローガンです。これからも革新的 かつユニークで夢のあるサービスを提供し続けられる企業でいるために地上から宇宙空間までをビジネスフィールドとする民間企業として広い視野で事業を展開し挑戦を続けていく所存であります。当社はこれまで画面にありますとおり政府機関の衛星の民間活用安全保障分野の衛星運用住宅や無人,航空機と無人航空機など,などの衛星利用 さらに、光データ中継衛星の運用や光データ中継需要への参画検討、宇宙の SDGs として、宇宙ごみ除去技術開発をはじめ、当社は静止衛星のオペレーションにとどまらない多様な取り組みを積極,積極的に推進しております。この図でございますけれども、これはグループミッションを実現していくための宇宙領域における事業ビジョンを表したのがこの図です。 縦軸は月そして海の下までという高さを示しております横軸は我々の実際のビジョンオペレーションアクションプランということであります今後の宇宙利用は低軌道の衛星にの活用に加えて高校と高高ではハプスの利用また新宇宙に向けた月やその先にと複数の軌道に宇宙のインフラが構築拡大されると考えております インフラから得るデータをどう利活用するに関してもスペースインテリジェンス事業として大手静止衛星オペレーターの中では先進的に取り組んでまいりましたそしてこの宇宙事業ビジョンを実現するためにはアイオン宇宙空間にインテリジェンスを備えた技術の投入が必須であり NTT のアイオン構想に大いに賛同してましたアイオングローバルフォーマルに参加しグローバルに協力していくことを考えております 一方、NTT でございますが、えー、2019年5月にアイオン構想を発表いたしております。現在、その実現に向け取り組んでいるところです。アイオンは、ご案内のところ多いと思いますが、通信とコンピューティングを融合させ、将来のデジタルツインやリモートワールドのアプリケーションを低遅延、大容量かつ、 低電力消費に実現するものですそして光電融合や光無線通信技術などアイオンの技術は地上だけでなく宇宙でも利用が可能です昨年秋アイオンによる ICT インフラサービスを地球上だけでなく宇宙空間全体へ拡大していく アイオンスペースコンピューティング構想を発表いたしました。アイオンは、宇宙空間における衛星上のコンピューティングにおいても有効な手段です。なぜなら、光電融合技術で作られるデバイスは、低電力消費ですので、衛星の限られた電力の中でできる計算量を増やすことができます。また、 宇宙船による影響を受けににくいといとう特性がありますさらに分散コンピューティング処理を実現することで宇宙で処理可能なデータ量や速応性を飛躍的に向上させることができます。大量のデータを地上に送ってから処理するのではなくデータが発生する宇宙空間でそのままエッジ処理を行い結果 結果をデータとしてリアルタイムに地上に送ることが可能となるのです。アイオンによって今後の衛星インフラは、これまで宇宙では構築できなかったインフラになると、このように考えております。スカパ、ー j サットと NTT がお互いにとって、 最適なパートナーであると考えた理由は両者の強みが補完的な関係にあるからです NTT は先進的な光無線通信技術や光電融合技術を持ちこれらを武器に ION という通信コンピューティング融合型の次世代インフラを構築しますこれをまあ宇宙に適用していくわけですがスカパージェサット これはアジアナンバーワンの衛星オペレーターの実績、アセットもお持ちです。すでに NTT ドコモが携帯電話のバックホール回線に同社の衛星を利用するなど、協力関係にもあります。データ利活用分野では、スペースインテリジェンス事業にいち早く取り組むなど、他の静止衛星事業者に比べ独自の強みをお持ちで、多角的に積極的です。 また宇宙と地上の統合インフラを構築するためには低軌道のみならず静止軌道や発プスなどを含めた複数軌道のコンステレーションを統合的に運用する技術が必要ですがそうしたシステム開発においてもスカパー JSAT は既にシステム実績を有しておられますこうした両者の強みを組み合わせ アイオンによるイノベーションで現状の宇宙の限界これは通信や処理のキャパシティあるいは消費電力宇宙船対策など多,々多岐にわたりますがこれらの制約事項を打破しまして新たなインフラを構築するとこれが本協業の意義となります。両者で目指す世界、宇宙 統合コンピューティングネットワークの構想でございます。本構想では NTT のネットワークコンピューティングインフラ技術とスカパー・ジェイサットの宇宙アセット事業運用能力等を統合したインフラを構築します。地上から高高度に浮かぶハプス、宇宙空間の低軌道、静止衛静止軌道これらまで視野に入れた垂直方向の 宇宙通信コンンンピューティングインフラを構築このインフラは光と無線通信で結ばれ分散コンピューティングによりまして情報処理を分担すると宇宙で発生するデータを宇宙で処理分析を完結する地上の災害などの影響を受けずに宇宙で自立して持続可能なインフラを構成していくこととなります。 さて宇宙統合コンピューティングネットワークは3つの機能センシングコンテンツトランスポートこの3つに対応する事業を有しておりますこれをご説明いたします1つは宇宙センシングです世界初の衛星搭載マイモの技術や LPWA 技術などによりセンシングデータの統合技術を確立し より包括的なセンシングを可能とします二つ目は宇宙データセンターです光電融合による低消費電力化と高宇宙線体制を実現することで大容量の光・無線通信とコンピューティング処理を備えたインフラを整備しますこれにより速報性のあるさまざまなアプリケーションをご提供可能にしてまいります 三つ目は宇宙ランです。アイオンビヨンド 5G 時代に向け地上と宇宙これはジオであれレオであれハプスであれということですがの通信インフラを統合しましてカバレッジ対災害性などの向上を目指してまいります。それぞれの詳しい取り組みにつきまして米倉さんよりご説明いたします。 宇宙センシング事業では複数アンテナを用いることで大容量データ伝送を可能とするマイ m 技術を NTT が世界で初めて低軌道衛星へ適用することによってグローバルに普及している安価な地上の IoT 端末からのデータを衛星で収集するサービスを可能とします。従来の観測衛星光学再衛星でございますがこれでは見えなかったデータを収集できる センシンシグサービスを提供しますこれによりこれまで見えなかったものが可視化され世界中のあらゆる場所ですべての必要なものがネットワークにつながった安安心・安全・快適な社会を実現します一例として地上回線のない地域でも作物の生育状況をリモートで把握することにより世界中の農業の効率化と作物の安定供給農家の 収益拡大を実現して実現できます。こちらの図は2022年に衛星軌道上での技術実証の概要を示したものです。弱、JA、さの革新産業技術実証衛星において、世界初の前の衛星搭載と衛星により寄る汎用 IoT 端末データの収集技術を NTT が実施技術実証します。 地上での技術である複数アンテナを用いて通信大容量化を実現するマイモ技術が宇宙で活用できることが証明されまた長期間電池交換不要となるなど IoT に親和性が高い通信システムとして地上で普及している LPWA 通信方式がそのまま衛星通信で利用可能となるキャプチャー技術を組み合わせることで 従来の衛星 I. O. T. 技術に比べてはるかに。だ大量のキャパシティを備えた。低コストな先進技術を確立。これらの技術を用いた事業化を目指します。宇宙データセンター事業で宇宙データセンター事業では。光電融合技術による。低消費電力化と。高宇宙船体制の実現により。地上で。使ってきた。コンピューティング技術や。 光通信技術を活用した宇宙におけるコンピューティング処理基盤の確立、事業化を目指します。一例として、宇宙で収集さ,せされる各種観測データを観測衛星等から集約し、宇宙で解析を行うことで、地上には必要な分析結果のみを届け、宇宙データ利活用のリアルタイム性、ユーザー利便性の飛躍的な向上に貢献します。これにより、 災害発生時に被害状況や被害箇所が迅速網羅的に把握され一刻も早い救助が求められる地域に最適な人材リソ,リソースを派遣することが可能となります。これら処理には地上のエネルギーを使わず宇宙にある太陽光エネルギーのみで完結することにより対災害性の高い社会を実現します。この図が示す通り、 宇宙データセンターの基盤は低軌道および静止軌道を用いた衛星コンスタレーションになると思います。従来は観測データの収集と処理に時間を要していましたが、このコンスタレーションで全地球をカバーし、地球観測衛星などをつとつなぐことで、さまざまなアプリケーションがより高度に利用可能となります。宇宙ラン事業ではビヨンド 5G、6G に期待される。 低軌道・静止軌道の衛星高高度通信プラットフォームを用いたモバイル基地局によるアクセスサービスを提供します。例えば、地上に張り巡らされたモバイルネットワークに加え、宇宙モバイル通信ネットワークの自立制御により、海、空、壁地にサービス提供エリアを広げ、災害時にはバックアップ手段としても通信可能となります。宇宙空間まで広がるネットワークにより、 地球上の陸・海・空がカバーされ、災害などの非常,時非常時にも標準なインフラとなり、人々の生活と安全を守る、そんな、えー、事業を作りたいと考えております。この図に示した通り、今後、モバイルネットワークは地上の基地局だけ,でだけではなく、高高度のハプスや宇宙空間の低軌道衛星、静止軌道衛星など複数軌道をつなげ、 統合的に管理運用すするるインフラとなるとな思っていますそして、これは単なる通信インフラではなく、宇宙データセンターと連携し、コンピューティングを可能なものとなります、はい、最後に、えー、今後の事業化の想定スケジュールをお示しいたしたいと思います。 2022年から JAXA 打ち上げの革新的衛星技術実証3号機先ほど米倉さんがご説明いただきましたがこれを活用いたしまして順次技術実証を始めます。これによって事業の基盤となる技術開発を進めるわけですが並行して商用の衛星打ち上げを準備してまいります。 これには一定の時間を要しますが2025年頃から順次打ち上げ商用サービスの商用開始を目指してまいりたいと考えています。今後スカパー JSAT とともに本構想の具体化を加速させさらに本構想の仲間づくりを世界中で展開異なる機動間における通信方式の標準化相互接続などにも取り組んでまいります。 NTT のグローバルな地上の ICT インフラに今回の宇宙インフラを新たに加えさまざまな限界を突破する宇宙統合コンピューティングネットワークによって、えー、持続可能な社会の実現を両者で目指してまいりますごご説明の方は以上でございます。